やらせとは、事実関係に作為、捏造をしておきながら、それを隠匿し、作為などを行っていない事実そのままであると見せる。称することを言う。カタカナで、やらせとも表記される。新聞やテレビなどメディアにおいて行われるやらせを指す、ことが多い。やらせには、倫理的な問題のみならず、犯罪行為にまでエスカレートすることが多いため、やらせを行うことで、 その放送局の社会的な評価は著しく下がる傾向にある。スポンサーからの信用もなくなり、結果的に番組自体の終了につながることになる。元はマスコミの業界用語であったものが、やらせが社会問題となったことで一般用語化したとされる。1972年には読売新聞が映画ヤコペッティの残酷大陸を 開き直ったやらせドキュメンタリーと表している。1976年、1977年には、朝日新聞が、テレビ放送のやらせに言及している。1981年には、読売新聞が、コラムにて、我が国のテレビ業界には、やらせという用語が、未だに残っているというと述べている。すべてのやらせに共通するのは打ち合わせするなど事実。 関係に手を加えておきながら、それを、読者や視聴者などの受け手から隠蔽することである。やらせの方法は様々あるが、制作者の意に沿う結果を生じさせるための人を、用意して演技させる手段が多い。このような人や物を用意することは、仕込みとも言われ、ほぼ同義である。しかし一説によると、仕込みは、書きやらせ事件をきっかけに、それまでの、 やらせを言い換える機弁として、業界内で定着したという。1985年にテレビ朝日、アフタヌーンショーにおいて、ディレクターが、暴走族に、リンチを依頼したとされる、やらせリンチ事件が発生。テレビ朝日は放送免許の更新を、拒絶されるのではという未曾有の危機に瀕することとなった。新聞では、事件初期から、やらせリンチと報じていた。 また同様の有名な事件として、1992年に NHK、NHK スペシャルにて放送された、ドキュメンタリー番組、奥ヒマラヤ禁断の王国、ムスタンのやらせ問題がある。朝日新聞のスクープによって、大きな社会問題となった、この事件では、ヒマラヤの気候の厳しさを過剰に表現した点、スタッフに、 高山病にかかった演技をさせた点、少年像の馬が死んだことにした点、流砂や落石を人為的に起こした点が主に問題とされた。皮肉にも同番組は高い視聴率をマークし評判も良かった。ニュース、報道、ドキュメンタリー番組において高い評判を得ていた NHK の信用を大きく傷つけた不祥事となった。報道、ドキュメンタリーのように 取材対象が事実であることが前提となっている分野において事実を歪曲するほどの過剰な演出、つまりやらせを行った場合、報道の対象が存在しないにもかかわらず、これを作り出す、デ像とも本質において変わりがなく、倫理的に非常に大きな問題となる。一方、やらせはバラエティ番組でも発生しており、映画、 クイズショーのモチーフとなったアメリカの人気クイズ番組21において発生したやらせ事件などが挙げられる。また、鉄像でなくても報道、ドキュメンタリー番組において実態にそぐわないがイメージ的には欲しいシーンを出演者に要請する内容に対して明らかに歪曲しているタイトルをつけるなどの作為的歪曲が行われるケースもあり 石原発言列像テロップ事件などが代表として挙げられる。しかし、より強く、効果的に印象付ける、円滑に進行して、結論へ至るなどの点では演出と異をつけることができない。川口博士探検隊シリーズのように、過剰な演出自体が人気を博した番組もあり、許容されるべき、演出か、非難に値する、やらせかの明確な線引きは困難である。 近年ではネットによる番組制作のしやすさによる発覚の容易さやテレビ局をはじめとするマスコミへの不信感からわずかなミスや従来レベルの演出であってもやらせと球断されるケースも多い。また、放送免許を有するテレビ局側と実際の番組制作を受け負う下請け。 孫受け番組制作会社との癒着、制作予算の削減による、制作現場への重圧も、やらせの発生する重要なファクターとなっている。例を挙げるならば、花粉症対策で、虚偽事実を放送した、教えて。ウルトラ実験隊、そして2007年フジテレビ系列で放送され、当時人気番組であった発掘。あるある、大事典だろう。あるある、大事点2では、 納豆ダイエットを紹介したが、制作側がデータを捏造し、ダイエットのビフォーアフターも別人を用いていたことが発覚。また、担当放送作家よる外国人教授の翻訳捏造指示や、コンビニスーパーでの納豆買い占め指示も発覚し、番組は打ち切りとなった。禁断の王国、ムスタンの事件が発覚するとメディアは一斉に、これを非難したが、 その前年には、朝日新聞において、スクープのために、記者自身の手でサンゴに落書きしたという不祥事が発生しており、また、テレビ各局でも、その直前直後に、やらせが発覚している。メディアが、やらせ問題を追求された場合、過度の演出であったと弁明することが多い。そうしたことから逆に、行き過ぎた演出が、視聴者から、やらせと捉えられることもある。 また、昨今では、行き過ぎた演出は、やらせと、同義的に捉えられる。ここでは、やらせ問題が、信憑性の保障されている資料や、出展先で明言され、制作側、放送局側による事実確認の結果、最終的にやらせ問題が事実であることが正式に、判明し、重大なメディア問題として、物議を醸したケースのみを記している。 21読売新聞1972.03 14勇刊 P9 朝日新聞1976.03 21長刊 P12 朝日新聞1977.06 15長刊 P24 読売新聞1981.06 29長刊 P1 毎日新聞1985.10 09長官 P23 やらせリンチ TV 放映読売新聞1986.10重長官 P1 ディレクターに逮捕状テレビ朝日やらせリンチ NHK スペシャル奥ヒマラヤ禁断の王国ムスタン第一回幻の王城に入る NHK アーカイブス日本放送協会2008年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ 2008年12月11日閲覧。2011年8月19日に閲覧した際には、該当する保存番組が見つかりませんでしたと、表示された。NHK スペシャル奥ヒマラヤ金岸の王国、ムスタン第二回極限の大地に祈る。NHK アーカイブス。日本放送協会。2008年12月5日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年12月11日閲覧。テレ東系、教えて。ウルトラ実験体熱像で番組打ち切り調査、研究結果から、放送研究と調査メディアフォーカス、NHK 放送文化研究所、www.nhk.or.jp。2020年4月4日閲覧。あるある、大事典熱像。 苦情9200件席、テレ、処分甘いの声も、毎日新聞、2007年1月25日1993年2月3日付、朝日新聞長官インク、産経、デジタル、一って番組内で視聴者に謝罪に行ってれ、産経ニュース、2020年4月4日閲覧、松本人志、やらせ疑惑に、局の方針なんでしょうねから、お笑い。 日刊スポーツ。nikkansports.com。2020年4月4日閲覧。番組準備の質問、視聴者からと偽るテレ朝、ワイドスクランブル。朝日新聞デジタル。2021年10月22日、閲覧。いいとも。テレフォンショッキングは、仕込みだった、タモリの口から、あっさり暴露。J、キャストニュース。 2021年9月11日閲覧。富士テレビの情報番組で、やらせ知人に失恋話を依頼。朝日新聞。2005年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月11日閲覧。消えた天才からのご報告と、お詫び TBS テレビ2019年9月5日、水徳大家族スペシャルにおける不適切な演出について。 TBS 2015年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月閲覧2009年10月8日に奇跡体験アンビリバボーで紹介された価格 .com 2016年10月8日閲覧ありがとうございます